偶然チャンネル。こんにちは、ちゃんめいです。本日の動画は、東京最大規模のフリーマーケットへ来てみた動画。はい、めちゃくちゃ暑い。いや、久しぶりの、大井競馬場に来ております。2年3年前ぐらいに、これもね有名ですけど、大井競馬場の、イルミネーションに来たことがありまして、それ以来の、大井競馬場ですけれども、来るのにもさ、モノレールとか乗るんで結構ね来づらい場所ではあるんですが、まあ、こういうイベントがあるとなんかなんだかんだねこう来る場所です。駅です。はい、ちょっと東京最大規模ということで、早速行ってみたいと思います。馬糞の匂いめちゃくちゃするんだよ、臭い。結構初めて来る人は衝撃的かもね、この匂い。カーってなるもんね。でもなんか外人さん多いね、なんか生き生き。やっぱみんな知ってんのかな、フリーマーケット目当てで来るのかな、ね。まあ楽しみ。大井競馬場来たもん。入り口はフリマはここじゃないね。ちょっとコーディネート紹介行きましょうか。今日はね、ヘアアレンジもしてまして、ちょっと流行りのなんかファサーみたいな髪型に、今日はね、最近ハマってる、JW アンダーソンのこうビッグ T シャツ、これメンズだよ、メンズと、あと足元見ていただくと、これは結構いつもおすすめ、インスタでおすすめしているカンペールラボの靴下もそうだし、靴もそうだし、あとこのねバッグもね、これはねノベルティでもらった、めちゃデカバッグです。ちょっとこういう感じでコーディネートしてます。お、もうそろそろだ。わお、すごい、いっぱいある。室内というか、なんか駐車場の一応なんか下の何この何網、駐車場の1階の一応屋根っぽい感じのところもある。よかったよかった、すげえ日陰だね。いいね、これとか可愛い気がする。すごい、なんか海外に来たみたいな雰囲気がある。すごい、本当だ。まあフェイクだけどね、すごいね、本当だ。あ、いいじゃん、これとかす何する、5万円 90% 5000円。やばい、倒れる、暑すぎる。いや、マジ多いね、お店がすごい。
暑い。上とか綺麗。上とかさ、使い方わかんないね。私。こうくる。はい、ありがとうございます。早く見ま、全部見たいのに。はい、もう終わっちゃう。まだ1時間前だってのに。すごい。今ね、大井競馬場があるんですけど、その前にある ビラ建物、なんかね、ビルに入りまして休憩してます。スポドリがうまいのよ、スポドリが。はい、すごい、どうでもいい。今暑くて限界が来て避難してきたんですけど、今2時2時前、朝の何時からやってたっけ？ 9 時ぐらい、大体9時ぐらいから、一応公式だと2時半までの、フリーマーケットなんですけど、うちらが行ったのが12時ぐらいで、まあ、1時間ぐらいこうゆっくり見てたんですけど、もう1時過ぎたらもう片付け始めちゃって、なんかもう2時半まで見れると思ったんですけど、全然お店がどんどん閉店していくし、しかも暑すぎて、本当にもう、うちらが行ったところはさ、屋根があるところ、あそこは最高っていうか、もう見れるけど、あれだね、なんかさ、場所取りでさ、大体屋根がないさ、外のにさ、当たっちゃった人っていうかさ、やっぱ抽選かなんかでさ、こう場所取りってあるじゃん。マジ屋根ない人、やばいね、昨日と思う、今日2日間でしょ。マジで。具合悪くなっちゃう、本当に熱中症になるとかさ、うん、そんな感じですよ。いやでもすごい広かったし、初めて行って楽しかったね。めっちゃすごかった。はい、まあ、いいや、そういう前置きはさておき、買ったものを紹介します。はい、今回買ったのは3つ買いました。いやでこんなにね買うとは思わなかったんですけど、最初は。ででん、スカーフ、スケスケのスカーフで、すごい可愛いよね。しかも500円でした。ほんとこうちょっと今流行ってるけど、こういうほっかぶりしておしゃれにしたり、首に巻いてもね、なんか色がオレンジで可愛いかなと思って買いました。と2個目がこれです。ででん、アディダスのこのジャージです。ちょっとかなり大きいんですけど、ちょっとここにまあシミが、穴があるんですけど、これちょっとリメイクしてもカットして、ちょっと私のサイズに合わせて見たら可愛いかなと思って、なんか色とかもすごく気に入ったので、2500円でした。これよくない？めっちゃいいよね。これすごくいいね。ちょっとでかいけど、でかい分にはね、いい。と、最後、これはね、マジでね、出会ったね。本当に。ち
大物です。ででん、はい、リーバイスのボアジャケットです。めちゃめちゃ可愛くないですかこれ、ね、しかもサイズもね、ちょっと着ていい、これサイズぴったりなの、ほらめっちゃ可愛いよね、これ肩とかね、うん、ちょっと寝かせて秋冬にこれロンティーとかね、スウェットとかと着れたらめっちゃいいなと思って、パーカーで、パーカーとかね。で今回はこの3点です。あ、これね、8000円でした、これ8000円でした、はい、いや買えないと思うよ普通このリバイスね、80年代のリバイスね、80年代ね、出たこうで、なんかちょっとなんだ、最初の当初の値段よりまあもう気持ち安くして、そうもう閉店しちゃうからちょっとお安くしてくれて8000円になりました、はい。でこの3点こんなに買うとこマジで思わなかった、いやもっとね早く来てるわかったね、なんか12時にじゃあさ、1時にさ、もうしかも2日目で最終日だったからさ、どんどん閉店されちゃうけど、まあ気合い入れて10時ぐらいから行って、もうほんと片っ端からさ、だって見てさ、やったらあの本当にすぐ多分あっという間だし、時間もでちゃんとね、こうあのフードコートというか屋台も出てるから、そこでご飯食べれるし、今ここのさビルにも飲食店あるから、そこに避難、一時避難して休憩挟んでもう一回行ってもいいと思う、まあ、入場料は無料なので、また月に結構やって、毎週やってるって言ってたけど、なんか結構頻繁にやってる有名なフリーマーケットなので、ぜひ皆さんもご興味あれば行ってください。でも夏はちょっと暑くてマジできつい、うん、冬とかだったらね、いいけどね、じゃあまあそんなところでちょっと久々の動画になりましたが、今回動画は以上、また動画会いましょう、またねー。